いつもご視聴いただきありがとうございます。赤ゴリです。おつぐり。さあ今回はジャベリンロケットをロケランみたいにまっすぐ飛ばせるをお送りいたします。その他にも気になる検証盛りだくさんの内容となっています。面白かったらぜひ高評価お願いします。お願いします。さあそれでは参りましょう。検証スタートです。まずはタイヤは全力ダッシュと普通ダッシュ、距離に違いはあるのか。まずは普通ダッシュ。普通ダッシュは 20m。 続いて全力ダッシュ 25m。 ということでタイヤは全力ダッシュで踏んだ方が飛べる。ちなみになんかジャンプでタイヤに乗る方が飛べる気がしませんか。でもほとんど違いはなかった。続いて録音中に車が横切ると録音は解除されるのか。結果は録音は解除されない。お次、味方ボットを投げるとセブンの味方をするのか。セブンと IO の間くらいに投げてみる。敵ボットも投げてみる。味方ボットも敵ボットもセブンの味方をするというわけではないが、 IO は敵という扱い。続いてオリジンでサイエンティスト I に行ってほしい。お前は彼女を誤解してる。パラダイムは俺たちの唯一の希望なんだ。続いてパラダイムで行くとサイエンティストのセリフが以前と変わったらしい。本当に君なのか。なんだかまあ会えて嬉しいよ。確かにセリフが変わった。以前の動画ではまだあの青いやつに協力しているのかだった。そしてこの以前のセリフが通常スキンのセリフになってる。青いやつことファウンデーションで行ってみる。あの戦術家はどうも恨みっぽくないか。戦術家とはオリジンのこと。確かにオリジンはパラダイムにめっちゃ怒ってた。ここまであまり触れなかったビジターでサイエンティストに会いに行ってみた。7人目がいなければセブンとは言えないってのは俺たち2人ともよくわかってるだろう。パラダイムを裏切り者扱いさせず、セブンから除外させないようにしている。そしてビジターでファウンデーションのところへ。パラダイムの座標は特定できたか。ビジターはファウンデーションの指示でパラダイムを探してる。パラダイムでビジターに会いに行ったが前回とセリフは同じ。なんかビジターはファウンデーションやオリジンほどパラダイムを裏切り者と見ていないかもしれない。またアップデートのたびにセブンたちの会話を見ていきたいと思います。
このショート動画には続きがあって、カウキャッチャーなしでもやってみた。やっぱりアーマードウォールの勝利。さあ今回のサムネ、ジャベリンミサイルをまっすぐ飛ばす方法いきましょう。例えばこのリブート版の側面、ここに撃ちたい時ってこんな感じで撃ってると思います。でこれがうまく当たらない、ちょっと見ててくださいね。こうやって撃つとまっすぐ飛ばせる。やり方解説いきます。まず軽く後ろへジャンプする、そして着地前に撃つ、後ろへジャンプして着地前に撃つ、この撃ち方をするとミサイルが低空で飛んでいく。まあ、ロケランほどの精度はないけど、この打ち方は使える。敵の後ろに壁なんかがあればめちゃめちゃ当てやすいです。この技めっちゃ使える。ぜひやってみてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな検証してほしいがありましたら、コメント欄または他の人に見られたくないって人は概要欄のコメントフォームからお願いします。以上、若栗でした。バイバイ。おつぐり。